フランク・ダリル・タナナは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の、元プロ野球選手。1971年の MLB ドラフトで、カリフォルニア・エンゼルスから一巡目に指名を受け入団。1973年は、AA 級、トリプル A 級合計で17勝6敗、防御率2.71212奪三振の、高成績を残してメジャーに昇格し、9月9日の、 カンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。9月30日のミネソタツインズ戦でヒヤンダ2でメジャー初完封を記録した。1974年は前半戦で7連敗を喫するなど13敗を記録するが、後半戦は防御率2.21と調子を上げて14勝19敗、防御率3.1280奪三振を記録し、故障に泣いた。 ビルシンガーに代わりのオーランライアンと共に先発の柱となる。1975年は開幕直後に故障者リスト入りするが6月21日のテキサスレンジャーズ戦でキャリアハイの17奪三振。後半戦で9勝4敗、防御率2.114完封を記録し16勝9敗、防御率2.62269奪三振の好成績で ライアンを抑えて最多脱三振のタイトルを獲得。サイアング賞の投票では4位に入った。1976年は初の開幕投手を務め、前半戦で6連勝を含む10勝を挙げ、オールスターゲームに初めて選出される。後半戦で防御率1.95と調子を上げ、19勝10敗、防御率2.43、もに、 リーグ2位の261脱三振、23関東、キャリアハイの288.1イニング、リーグトップのホイップ0.99を記録、サイヤング賞の投票で3位に入る。1977年は2年連続で開幕投手を務め完封勝利。前半戦で12勝6敗、防御率2.156完封を記録し、2年連続でオールスターゲームに選出される。 後半戦は9月5日を最後に離脱し3勝に、止まるが、15勝9敗、防御率2.54、リーグ最多の7冠空、リーグ3位の205奪三振を記録し、最優秀防御率のタイトルを獲得した。1978年は、開幕後連勝を記録するなど前半戦で12勝を挙げるが、後半戦は、防御率4.41と調子を落とし、18勝12敗、 防御率3.65の成績だった。1979年は左肩を痛めて、約3ヶ月戦線離脱するが9月に復帰。7勝に止まるがチームは、球団創設以来初の地区優勝を果たす。ボルティモアオリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、5回2失点で勝敗つかず、チームは1勝3敗で敗退した。 1980年は不調で前半戦は3勝に、止まり、後半戦で持ち直したものの11勝12敗、防御率4.15に終わった。1981年1月23日に、フレッドリン・対地選手との交換トレードで、ジョールギ対地選手と共にボストン・レッドソックスに移籍。同年は、開幕4連敗を喫し、 その後3減少するが50日間に及ぶストライキでシーズンが中断。再開後から6連敗を喫するなど4勝10敗と大きく負け越した。オフにフリーエージェントとなり、1982年1月6日にテキサスレンジャーズと契約。同年は前半戦だけで10敗を喫し、リーグワーストの18敗を記録する。年は当初リリーフとして、 登板するが高頭を見せて、先発に復帰。校長を維持していたが終盤に5連敗を起死し7勝9敗、防御率3.16だった。1984年4年ぶりに200イニングを超え、15勝15敗、防御率3.25を記録。1985年は、開幕から5連敗と不調で、6月20日に、マイナー1選手との交換トレードで故郷の、 デトロイトタイガースに移籍。8月2日のミルウォーキーブルワーズ戦で、ベンオグリビーの本類打のみの1アンダ関東勝利。9月にも連勝を記録するなど移籍後は10勝、防御率3.34と復調した。1987年は、トロントブルージーズと地区優勝を争い、10月4日のシーズン最終戦の直接対決で、 完封勝利を挙げ、15年ぶりの地区優勝を決めた。ミネソタツインズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第4戦に先発するが、カービーパケットに本塁打を浴びるなど6回途中4失点で敗戦投手となり、チームも1勝4敗で敗退した。1988年は、開幕後連勝を記録するなど5月までに8勝を挙げるが、防御率5点台と内容は今一つ。 その後内容は上向いたが勝利には恵まれず14勝11敗防御率4.21の成績。1989年は打線の援護に恵まれず防御率3.58ながら10勝14敗に終わる。1990年4月28日のブルワーズ戦で通算200勝を達成。1992年オフにフリーエージェントとなり、 12月10日にニューヨークメッツと契約。1993年は15敗を喫し、チームも地区再開に沈む。9月17日にトレードで地区優勝を争っていたニューヨークヤンキースに移籍。移籍後は3試合に先発したが0勝2敗で、チームは地区2位に終わった。オフに現役を引退。ありがとうございます。